タ LGL2015 シーズン2開幕戦、続いてラスト第3戦目、やっていきたいと思いますけれども、いや次はオゾンランページ VS ラビット5。先ほどラビット5のインタビュー流れてましたが、自信なさげでしたね。一方ランページの方はかなりこう自信に満ち溢れているようなインタビュー、まだ映像流れてませんでしたが、それの受け答えがありましたからね。ここ自信が満ちているチームと満ちていないチームといったところで対照的になっているのかなという感じがしますね。さあその自信があるチーム VS 自信がないチームという話だったんですが、どういったバーンドピックになるのか見ていきましょう。さあブルーサイド画面左側がオゾンランページ、そして画面右側パープルサイドがラビットファイブ。ファーストバンスレッシュ見れませんね。アウェイカー選手がせっかく行ってくれたのにもかかわらずバンされてしまいましたね。なるほど、あの俺のスレッシュに触れる次の機会にという形ですね。あ、なるほど。さあそしてアーゴットアジールとなっておりますけどもね。あ、そしてヌヌ、おお、ヌヌですか。これはランページのジャングラーのゾロ選手が得意ということなんですかね。そうですね、サクラカス、そしてネクサイとなっております。ジャングルのバンが3つも、はい、そしてファーストピックヘカリムソクロック。さあちなみにオゾンランページですけれども、ジャングラーのゾロ選手と、サポートのダラ選手が、変わっておりますね、はい。さあそしてラビット5ではジャングラーにレインブレイン選手とサポートにアウェイカー選手がロールチェンジという形ですか。さあ、まあ、ヘカリム今さっきのゲームでもかなり空いてましたけど。そうですね、ずっとバンもされてなかったですね、はい。そのやはりサモナスペル、まだ選択まだわからないですが、イグナイトテレポートもしくはスマイトテレポートといったサモナスペルの選択になります。フラッシュがないとレベル6以前のところ逃げるスキルがないといったところのリスクはありますよね。そこのリスクを嫌ったのかなと。しかしアミューズ選手であれば、アミューズ選手は自信を持ってピックしているような感じがしますね。そこのところうまくいなせるだろう、かわせるだろう、そしてレベル6からのところで試合を壊していこうという狙いがあると思いますね。さあそしてアリスターシビル、シビルをかなり早めに取ったような印象もありますが、これはやはりヘカリムとのシナジーを嫌ってということもあると思いますね。そしてシビルのウルトでヘカリムのエンゲージといったところをさばこうという狙いもあると思いますね。さらにはそのアリスターでこうヘカリムが入ってきたところの後ろの 3,4 人のところをノックバック打ち上げることでヘカリムを孤立させてヘカリムをフォーカスして倒してからという狙いもあると思いますね。さあそしてリーシン、ジャングラーの空きが何がありますか。セジュアニとイブ・リーシン。リーシン来ましたね。あ、来ましたか。リーシンロック、そしてコーキオップ。さあリーシン久々に、そうですね、最近競技シーンではこういった形でジャングルのバーンが多くなって取るものがなくなってセジュアニしかないですが、セジュアニを取らずにリーシンというものが多々増えてきましたね。 MSI で見たようにそのセジュアニが1周目2周目、ジャングリングが非常に弱いといったところをリーシンで、咎めようといったところもあると思いますし、その1周目2周目弱い、セジュアニといったところの序盤の圧力のなさといったものを嫌ったというのもあると思いますね。さあこうなってくると悩んでますね、ラビット5側は。あと後期ちょっと珍しいというか、最近こうジンクスであったりシビルであったりだとかが、結構ピックされる印象があるので、あとアーゴと、まあ、バンされてますけれども、あとはやはりカリスタといったチャンピオンもピックされてないのが気になりますね。そのランページといったところ、後期でウェーブクリア、あとは中盤のトリニティフォースを持った時のパースパイク、中盤の強さといったものを意識しているのかもしれないですね。一方ラビット5はセジュアニ、そしてナー、AOECC、非常に強力なものを取りましたね。あのちなみにちょっとダラ選手がザイラを見せてますね。インタビューで答えてましたね、はい。これちょっとインタビューで答えられてたんで分かるんですけど、あのダラ選手はザイラサポートがものすごく好きでやりたいと
でやりたいんだけど NG が出るからやらせてくれないんだっていうことをインタビューで言われてましたね。それぐらいずっとやりたいっていうお話でしたけれどもね。シーズン3の頃ザイラサポートかなり流行りましたよね。ただ流行りすぎたせいか MS が5落ちてしまった。ザイラはもともと UTT に優れてブリンクといったブリンクや MS アップといったものがないですから、その MS の5のナーフといったものがかなり響いてピックされなくなってしまいましたね。さあそしてセジュアニナーからジグスと、ちょっと名前がブラウムですね。ブラウムですね。ブラウムブラウムも最近こう見るようになりましたね。その集団戦の構成として AOECC の豊富な構成が非常に多くなってきた。ラビット5の構成もそうですよね。セジュアニの AO ユルとアリスタの AOE のノックバック、そして、ナーもそうですよね。そういったところで固まりがちなんですよね。そこをブラウムのウルトで分断するといった狙いがあると思いますね。さあラストピックはカシオペアという形になってまいりましたが、これやっぱり少し気になるのはトップレーンの対決なんですよね。まあまあプレイヤーとしてもアミューズ選手 VS もやし選手というのは一つ見どころという部分もありますが、このヘカニウム VS ナーという、ここどう見ますか、このチャンピオン相性。ナーの方が有利だと思いますね。ヘカリウがレベル2スタートした場合はナーの始まるタイミングがちょっと遅れてしまいますが、それでもレーニングのところでは常にナーが有利だと思います。今の状況ではヘカリウに対するカウンターとしてナーがピックされることが非常に多くなって、それで競技シーンではヘカリウがバンから漏れるといったものが多々起きますからね。ここはミズ選手としてはレーニングとかはかなり辛くなると思いますね。イトリマヤ選手非常に素晴らしいプレイヤーレーナーですからね。さああとはやはりジャングルですよね。リー・シンバーさん、セジュアニ、そして変わったジャングラーのこの2人ですから、やはりその1周目2周目から強いリーシーンと1周目2周目は弱いセジュアニといったところのギャップをランページとしては活かせるかどうかだと思いますね。一方のラビット5としてはそのギャップを突かれずにレベル6までしっかりとジャングリングできるかどうかがそれぞれ鍵になってくると思いますね。さあそしてジグス VS カシオペアということですけど、まあ、ジグス最近ちょくちょく出始めてきてますよね。かなりでか、出てきましたね。そのマナ Q のマナコストが低くなったことがピックされる理由になったと思いますし、あとは W のノックアップ、いや W だか E だかちょっと忘れてしまいました。 W ですね。 W ですね。ノックアップがありますよね。そういったところでランク体制やそういったダイブ A の体制があるといったところもありますね。さらにはウルトによるサイドレーンのウェーブのコントロール、集団戦のところで後方に対して AOE ダメージ、前線がかなりフロントレーン固まる構成が非常に多いですから、そこをすり抜けて後方に対してダメージを与えられるといったところで、非常にピックされる回数が増えてきましたね。さあそしてチーム構成出揃いましたけれども、各チームのこう狙いどう見ますか。ラビット5はもう非常に分かりやすいですよね。中盤のところ、セジャニがレベル6になってからの集団戦の 5-5 のところで AOECC を決めて集団戦で勝っていこうという狙いがあると思います。ランページとしてはその後期リーシンを生かして序中盤のところで有利を取りながら育ったジグス、そしてヘカリムが集団戦のところで爆発するという狙いになっていると思いますね。ヘカリムが後方に入っていくところにリーシンもついていって、さらにジグスのウルトでそれを補強する、相手のカシオペアとシビルを狙っているのかなという形になってますね。後衛を狙うというのが一つ狙いです、このゾーンランページだと思いますね。ヘカリムのウルトは CC を無効化する、そしてリッシュもそこについていけるポテンシャルがありますよね。そして先ほど言ったようにジグソのウルトは AOE の長距離の射程距離を持ったスキルですからね。そこで逃げスキルのないカシオペア、そして、まあ、スペルシールドはありますがブリンクのないシビルを狙おうという形になっていると思いますね。あとサムナースペル気になりますね。クレンズ、これは AOECC 集団戦のところで一度 CC を食らってしまうと連続してチェインで CC ロックダウンを食らってしまって倒されてしまう可能性が非常に高いと。だからそこの CC をクレンズで解除することによって生存可能性を高めようという狙いがあると思いますね。なるほど。さあお互いの狙い少し出てきましたけれども、あとこれちょっと面白いんですけど、このブラウム VS アリスターっていう、なかなかそれぞれその見ないような、見ないですよね。ここ一つマッチアップのところでどちらが有利を取れるのか、バラスといった面ではブラウムの方が
クールダウンが短いスキルがありますが、ガンクに合わせる能力がアリサ非常に高いですからね、そこは気をつけなければならないですよね。はい、さあそのあたりどうなっていくんでしょうかね。非常に楽しみです。さあそれでは、来ますかね、はい、さあ来ましたね。さあマッチアップトップレーン、ヘカリム VS ナーはナーがかなり有利だと思いますが、ここランページがどういったその不利といったところをカバーするのかが気になりますね。さあそしてじゃあリシン久々に見ましたね。このリシンが序盤どれだけ試合を動かせるかどうかが鍵になってくると思いますね。さあミッドレーン、このマッチアップでいうと互いにファームレーンになると思いますね。キルが発生するとしたらジャングラーが介入した時のみなのかなという感じがしますね。さあそしてボットレーンになりますね。このマッチアップ、後期の Q をスペルシールドでしっかりと防ぐことができればシビルが非常に有利なあれになっていると思いますね。ですからラビット5としてはこのボットレーン2人から一つ圧力を作り出していきたいのかなという感じがしますね。なるほど。さあどういったゲームになるんでしょうかね。さあ見ていきましょう。 LGL2015 シーズン2開幕戦第3戦目、オゾンランページ VS ラビット5のゲーム見ていきましょう。さあブルーサイドがオゾンランページ、パープルサイドがラビット5となっておりますね。先ほどサモナースペルのところで指摘するのを忘れてしまったんですが、ヘカリムがスマイトではなくイグナイトですね。最近はスマイトが非常に多かったんですが、さあそしていきなりワードを壊していったのはゾンランページですが、もう一個すぐに対策、さあかなり入っていってますね。これはディープワードを置くことで相手のスワップを察知しようという狙いがあるワードですね。それに対してラビット5はどういった反応を返すのか、ボットレーンに2人がいますからトップサイド側の視界を取りに行くのもちょっと難しい形になってますね。起きましたね。最低限ナーのこのワードで、リーシーンのスタート位置が確認できるような形になってますね。一応チェックしてますね。さあただ入るだけ入って通常レーンでどうやら行くみたいですか。アリスターの位置がこれで分かりましたね。ああ映ってますね、映ってますね。そしてそこからブラウムとコウキが動かないことを見ると 2-2 で当たりたかったからディープワードを置いたというような意図があると思いますね。さあ完全に移ってジャングラーの位置を把握した状態でのスタート、それに対してのラビットワイブはジャングラーの位置分からずですか。ここ一つちょっと注目ですね。レベルになりますか。ただ青バフのところに置いてあるワードで青バフスタートではないのだなということはラビット5掴めていると思いますから、ちょっとこれ面白いですね。渡しましたね経験値、もしくはミスって取ってしまったのでしょうか。ミスって取ってしまった可能性がありますがね、レベル2じゃないんですよ。はい、でスマイト使いましたから、これちょっとどうなんでしょう、もったいないというか、一つ1周目からあとダラ選手がどうやら取ったみたいですか。そうですね、レベル的にもダラ選手がどうやらゴーレムの経験値を獲得しているような状況になってますね。これはドド選手少しつらい。それに対してのレイメイ選手はもう即赤バフと、ここ一つリーシンの狙いどころではあるんですよね。相手が赤バフやっているところを入っていって倒す、スティールするといったところが1周目リーシン VS セジェンの時によく起こる形なんですが、先ほど意図的なのかどうかは分からないですがブラウムが経験値を吸ってしまったことでそれが不可能ですし、しっかりとレインブレイン選手ワードを置いて入ってくる動きを察知しようという意図がありますね。このトリンケットワードですね、素晴らしいですね。ここですね、はい、ただ入ってこれず、さあどうぞレベル3にはなって普通にジャングラーを回ることを選択ですか。さあボットレーンではかなりメロメロ選手がアグレッシブにマナを使ってますね。
ダラ選手が経験値を吸ってしまったことでレベル2が先行できたといったところを生かして圧力をかけて敵の CS を削ろうとしてますね。さあそしてミッドレーン、なんかテイ選手のジグスっていうとちょっと懐かしいという懐かしいですね去年の今頃ちょうどピックされてましたよ ね、 ね、はい、シーズン4のかなりピック率的には高かったというジグスでしたからね。さあここのレーニングお互いファームレーンになるというお話ですけども、結構お互いアグレッシブに動いてますね。というのもエステリム選手がかなりこう前に出てアグレッシブに出て、テイ選手が下がってしまってスキルを使って CS を取らざるを得ないような状況になってますね。エステリム選手が本当にレーンをコントロールしているような印象がありますね。さあミッドレーンコントロールしながら先にレベル5。さあトップレーンではレベル2スタートしたアミューズ選手が一つレベルでは有利を取ってますか。さあお互い特に動きはなく硬いスタートにはなっていますね。そうですね、セジワニとしたらというよりラビット5としたらセジワニがレベル6になるまで試合が動かないのは非常にありがたいと言えると思いますね。一方ランページとしてはやはりリシンのこの序盤のガンクの強さといったものを生かしたいと思うんですが、なかなか隙がうかがえないのかうまくいきませんね。さあ動きましたか。ここでロックサイド際で、スカトラ購入、勝ってますけど、これ面白いルートいきますね。ワードあるの分かっていると、ワードブリンクから、ああただワンワンでのフラッシュ選択ですね。これ9フラッシング9当ててどうだー、ファーストブラッド。さすがですね。あのフラッシュ後の一瞬の画面で当てたってことですよね。視界が全くなかったですからね。ナーがどこでステイしてるかわからない状況で、いやメカニクスの高さというのも一つ伺えるようなランクでしたね。そしてここでテレポートしないとあれだけミニオンが溜まっていましたから、ナーは経験値の差が生まれてしまうといったところで致し方なくテレポートしましたが、これでテレポートの有利がアミューズ選手に移りましたね。ここランページとしては生かすチャンスでもありますし、ラビット5としては警戒しなければならないポイントだと思いますね。さあどのように生かすでしょうかね。ただヘカリムですからね。そうですね、可能性としてはやはりボットレーンへのガンクですかね。テレポートを使ってそしてそのままドラゴンを狙っていくというような形が予想されますが、さあその TP ワードを仕掛けるでしょうかね。まだお互いクールダウンですか。さあダブルキー仕掛けたところ、ただ一度バックですね。ここにいるんですけど、ロード選手うまく狙いが少しいかないといった形ですね。やはりシビルと後期との間に装備差が生まれてますよね。先に帰ったシビルとここまで帰ることができなかった後期といったところでかなり能力の差が出てますから、レーニングガンクといったところはかなりリスクが高いのかなという感じがしますね。さあここでちょっといやらしい動きですかね、このアウェイカー選手。今のところリコールを遅らせましたよね。これによってボットレーンのところシビルが非常に有利になったと思いますね。いい動きだと思いますね。さあ互いにセカンドバフといった形ですが、さあファーストブロードを取っているのはドード選手、ただミッドレーンでは現在 10CS 差が、続いてますかね。少しテイ選手苦しいといった形、ただゆっくり行おうという展開ですね。さあメガナーからの仕掛け合い、おお、ミュース選手、いやここギリギリスタンにはなってませんでしたか。ウルトラに逃げることに成功。やはりこのトップの1対1はかなりスリルがありますね。非常に面白い。先ほど1デッドをして経験値的な不利といったものを生まれてるんですが、山谷選手しっかりと連5分に持ち込んでますね。素晴らしい。ただし行きますね。
さあレイムレイ選手はかなりボットレーンのケアに入ると、そして裏からドードウルトがありますか。ここはうまく読んでいきましたが、そしてセジアンのレベルが6になりましたね。なりましたね。そしてトップにリーシンが現れたことへの、カウンターという形でドラゴンを始めましたね。これをランページがどうにかするのはちょっと難しいような感じがしますね。 AOECC2 つありますし、ドラゴン餌にされてエンゲージされて集団戦を起こされてしまったら非常に厳しいですからね。ただテレポートありますよ。無理はしないですかね。しなさそうですね。赤バフとの交換になりますか。それへの対応としては赤バフのスティール、まあここら辺まではランページとしてはあまり無理をしていないような印象がありますね。いや、お互いなんというか慎重な立ち上がりですね。まずはかなり慎重ですね。ラビット5としてはセジュアニという序盤強いチャンピオンがいる中でこれだけ慎重にことが運べたというのは一つ大きいと思いますね。ただエステリウム選手はかなりアグレッシブですね。そうですね。そしてきっちり逃げる。リーシンでカシオペアというのはこう僕の印象だとこうリーシンっていうのはジャンガンク性能が非常に高いチャンピオンという印象があるんですけども、ですのでそしてカシオペアはブリンクがないといったところで狙い目のチャンピオンだと思うんですが、ジグスがそういったところでバーストが高いで確定のその単体指定のスキルがあるわけでもない、イグナイトもないといったところが一つガンクのところをしない理由になっているかもしれないですね。ミッドレーンのジグステイ選手には耐えてもらってトップをガンクしてトップのヘカリムを育てて試合を作っていこうという狙いがあるかもしれないですね。さあドード、とにかくランページサイドのドード選手はこうトップサイドへの圧力、トップサイドへの圧力といった動き、それに対してのレインブレイン選手はとにかくボットへボットへボットへという動き、こう結構対照的というか、そうですね、まあ、これ対照的になんていうのはドード選手がトップへ仕掛けているからだと思いますね。それへのリアクションとしてレインブレイン選手はボットへ行っているといった形になっていると思いますね。あー、つまりどういうことですか。ランページがランページがトップのヘカリも育てたい、はい、それへのカウンターのような動きでそこで張り合うのではなくてトップのところを戦うとイグナイトの差がありますし、単体指定のスキルリーシン非常にこの時間帯強いですから、そこで戦うのではなくてボットレーンで先ほどのリコールのところで有利を取ったシビルを生かして勝っていこうという形になってますよね。さあ、まあ、アクションを起こしているからこそのという形ですが、まあ、つまりあれですよね、こうドード選手がトップサイドでやりたいからその姿が見えてボットサイドに体を出しているという。そうですね、まあ、なんかお互いがこうお互いジャングラー同士が分け与えているようなそんな形ですが、互いにゲームの作り方でのところで試行錯誤しているというか、どちらがこの動きが成功するかというところが重要だと思いますね。さあ、そしてそこにサポートも当然入ります。彩香選手がまずワードを除去すればダラ選手が強強。おっと、ただボットレーンが折れましたか。さあ、メロメロ選手仕掛けたところ、これゼロス選手ウルトラ使ってますが、ミューズ一気に入ってくる。フラッシュ切ったところウルトラ狙ったが、青江がカバー、いや、ここにダラが一致で合わせて、またしてもドード、さらに青江かを狙っていくのはオドンランページですが、セジアにライブレインのウルト4人に決まった。一気に2が入ってる。ここにエステリムが決まっているぞ。さあオドンランページ、これはバックする形だが、エステリムがダメージを出していく。さてエイドボームが3人にはヒットした。ヒットは下がダブルキル持ってくる。エステリム14交換。レインブレインパーフェクト。完璧なウルトでしたね。見事な反応だったと思う。そのランページとしては束を折って無理してきたところをテレポートを使ってガンクをしてとがめたんですが、それへのラビット5の反応の速さといったものは素晴らしかったですね。そしておっしゃる通りレインブレイン選手のウルト完璧でしたね。ここですね、ちょっとやはり無理をしたんですよね、ゼロスト選手が。ただこのアウェイカー選手のスタンも非常に見事でしたね。ここからおおキ
綺麗ですね。綺麗ですね。そしてここエステリム選手がゴーストを使ってボットに寄ってるといったものを見逃せないですね。本当に素晴らしいロームだ、寄りの速さだと思いますね。ラビット5素晴らしい。さあ、いいか打ち上げて、あ、ここで入れ替えますか。ボットのファーストタワーを折ったといったところでローテーションをしてトップのファーストタワー狙いに行ってますね。タワー10割残ってますか。これ全く触れてなかったんですね。さあ、ただここはダイブをしに行く、当然狙いに行く。オゾンランペイしたらもう怪しい、うまく逃げ切り、いや、ここドードが許さない、仕留めたな。ドード、今のタワーのアグロのチェンジといったもの非常に素晴らしかったですね。完璧でしたね、ランページ。だからこのライフでしたからね、かなり受けましたね。さあ、ただアミューズ選手はかなり厳しいといった形でリコールを選択。さあ、お互いにこれは折れますでしょうか。折れそうですね、両者ともに折れる。さあ、タワーオブジェクト交換にはなりましたけれども、今のところ今のシーンだけ見るとランページの方が一つ得したのかなという感じはしますね。なんといってもゆとりもやす選手はガンクを食らって倒されてしまった一方で、アメージュ選手はガンクをしっかりと避けて倒されなかった、まあ、ここの差がありますよね。互いにタワー1本同士取ってますが、さあ、ウェイカ選手を挟んでいるのはオゾンランページ、ウルトを使って逃げていく、ここにダナを寄っている、さあ、狙いはここにエステリムのウルトが分かって、いや、聖人にライブレイのウルトからエステリムのウルトになったら、後ろを向いているのはオゾンランページ、ここで反転するのかと思いきや、テイ選手のボムがいいダメージを出していて、いったバガルバックを選択したのはラビット5。さあ、そのまま CG 展開ですが、ここはテイ選手のジグスが立ちふざかる、いや、非常に素晴らしいですね。今のところメロメロン選手がいなかったんですよね。ですからラビット5としては助かったと言えると思いますね。素晴らしい CC レインブレイン選手打ったんですが、その後のジグスの AOE ダメージで押し切ることができませんでしたね。少しそのディープワードを置きに行ったところ、ランページがしっかりととがめに行った形でしたね。かなり無理をした動きをランページは見逃しませんでしたね。そしてここドラゴンファイト、先ほどのところでジグスのウルトがない、セジュアニのウルトがない、カシオペアのウルトもないというか、ラビット5はナー以外のウルトがないですね。ただ一方オゾンランページもないですもんね。リシンとコウキが、そうですね、あ、そしてただリコール中ですね。あ、諦めましたか。諦めましたね。今アミューズ選手がこの位置で、タラ選手がこの位置ですからね。ミッドシージを展開しようという形、プラスカウンタージャングルですね。これはフリードラゴンになりましたね。それに対してランページとしてはトップのタワーは最低限取りに行きたいですね。これでここのトップのタワーを取ることによってドラゴンと交換した形になると思いますからね。そしてこのジグスのウェーブクリア能力さすがですね。今2対1の状況なんですが、ものともせずにクリアしましたね。おっと、そして赤バフはレインブレイ選手が取りましたか。カウンターしていたところだったんですが、ここは渡さない。さあ、どうぞ、ここにいる。ああ、そして先ほどのアミュー選手の動きです。分かりましたかね。サタラが狙っているが、いや、これはちょっとボットレーンメロメロ選手非常に危険な位置にはなってますが、リコール判断ですね。こうサポートがかなり動いている印象がお互いのチームとしては。そうですね、特にボットのファーストタワーを追ってレーニングのところで有利を取っているアウェイカー選手がかなり動き回ってますよね。ディープワードをしっかりと置いてマップを確保してシビルがプッシュしやすい状況を作ってますね。そしてこれがミッドにも一つ波及してますよね。ボットサイド側からのガンクが見えますから、エステリム選手は少しボットサイドによってミッドのレーニング進めてガン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 圧力をかけてますが、テイ選手が CS 返してるんですよね。返してますね、現在161。さあ、ウルト、ゼロス選手、ウルト、アウェイカー、アウェイカー、フラッシーン、ダイブ、ヘッドバット、テイ選手、ボムは投げるが一瞬クレンズはノックアップは解除できないんですよね。そこをしっかりと理解していた見事なダイブですね。タワー前で睨み合っているだけではあのジグサのウェーブクリアの前にはどうしようもないですから、ジグスを先に倒してからタワーを支持しに行く素晴らしい判断ですね。さ
さあメラメラ選手ウェーブをクリアしたいんですが間がないですね。さあなんとかウェーブを返しましたが、このターンの削り方ですか。いやー今のラビット5の判断素晴らしいですね。さあそのまま、ああ降り切る選択。いやータワー2本ゲットしたのはラビット5、ゲーム展開がかなり早い。いやこれミッドの2本というのはジグス相手にとっては大きいですよ。ジグスは前出なくなりましたよねこれで。おっとどうだ、フラッシュインから、いやフラッシュで読んでいるエステリム、ただレイブレインがキック、どうやったら、ほら止まっている、ウルトレ止まっている。さあヘカリバーミズ駆け抜けたが、エステリム1キロ拾ってからの、いやただアーミズがここは落としきる、落としきるが、ゆとり申しが追撃、そこにはウェイカーもいる、ディアダウンダウン。さあゼロスト選手が地雷を踏みながらでも目の目の選手を狙いがフラッシュ、フラッシュインしてヒール、ヒール、いやテイ選手 1V3、ここはフラッシュアウトを選択。まだあるのか、追撃するのか、ジャンプから、いや、うまい、ジャンプに合わせて、ダブルのノックアップで追撃はさせない、今のところ、ピックアップ狙っていったんですが、ピックアップした対象がレインブレイン選手、セジュアニ、そしてすぐさんバーストで落とせなかったからこそ、セジュアニがウルト打つ時間ができましたよね、見事にラビット5、カウンターの行動を取りましたね。ただランページも負けずにアミーズ選手がしっかりとカシオペアに圧力をかけていって倒したことも大きかったと思いますね。折れましたね、折れましたね。ここのところミッドの2本折ってるといったところでラビット5側の方がかなり優勢だとは思うんですが、ちょっとラビットはランページのこのピックアップといったところが成功したらちょっとわからないですね。さあミッドに圧力をかけに行く、ピックアップをとにかく狙うと。そうですね、リーシーンの先ほどのキック、インセクと言われるスキルコンボを使ってピックアップしてバーストで落としていくというところが重要だと思いますが、おーただいいバーストが出る、そして裏に仕掛けてインセクキック、エステリムが前に出る、オゾンランページタワー下のダイブ、今度はやり返す。さあ1、2とキルを取ってレイブレイ選手もセカンドタワーに逃さないか、いやここはきっちり逃げる成功。さあ2キルゲットしたのはオゾンランページ、どうどうあれば逃がさないといったようなそんな動きでしたね。今のところちょっとラビット5としては対処が非常に甘かったなという感じがしますね。タワー下のところだからダイブはされないだろうと読んでしまったんでしょうね、そこは間違えてましたね。そしてアリスターが身を挺して敵を吹き飛ばすような何なり AOECC を相手に与えていればカシオペアまで倒されることはなかったと思いますね。ここのところラビットランページの動きを読み切れなかったところが大きなコストを払うことになりましたね。さあ有利を取られたらすぐに取り返していくのはオゾンランページとなってますけれども、さあもうちょっとでドラゴンが湧きますが、おっ、いやこれは先ほどから2回止めましたね、リコール。2回止めましたね、そしてピンカードに気づいていませんでしたね。いや、ピンは鳴ってますね、ただそれよりもリコールをするのが先だという形ですね。やはりドラゴンのところでしっかりと集団戦作りたいんでしょうね、ランページ。ただテレポート、今回、ヘカリもありますからね。それでも赤バフですね、ドー選手は。ここで集団戦をすることよりも、いや、これ、裏から入るんじゃないか、ピックアップを狙ってるような感じがしますね。バロンへの圧力をかけて、さあそしてノードキック、フラッシュインからのウルト、エステリムダウン、メロメロンのキル。さあもやしウルトを展開しますが、ここにアミューズ合流、テイ選手のバウンドでうまく手前に引き寄せた、ダブルキル持っていくのはメロメロン。さらにノード追撃、アウェーカー逃さない、スリーキルゲットしたのはランページ。今のランページの動き非常にうまいですね。ドラゴンを捨ててバロンをやってるよという圧力をかけて、それを生かしてベイトして見事にピックアップ成功させましたね。今のランページのコール非常に素晴らしい。完全に騙し切ったというべきですか。ですね、ラビット5としてはドラゴンに圧力意識を割きすぎるあまりバロン周辺の視界が全くなかったといったところが影響しましたね。さあ今その視界を取りに行っていますが、もうすでにドラゴンは取っていますね、オゾンランページは。
これでスタックが1と2、金額も逆転です。いや素晴らしい、ゼケズヘラルドをリーシンが買っています。はい、こちらですね。はい、ヘラルド、確かエリアでライフスティールが周囲に供給されるというアイテムですね、はい、あとアタックダメージも上がりますよね。久々に見ましたね。はあ、こういうアイテムのビルドを今のリーシンはするんですかね。ちょっと初めて見ましたね。さあもう一度ピックアップ、これどういった狙いがあるんですかね。なんか聞いたところによると結構なんか AD キャリーのライフスティールが上がるのと、トップレーダーが AD キャリーの場合にダメージが底上げされるっていうことは聞いたことがあります。そのライフスティールのところ、今ブラッドサースター以外のライフスティールのアイテムがこのライフスティールとしてはちょっと心もとない、相手にストーンメールを積まれてしまうと回復するよりも食らうダメージの方が増えてしまうといったところ、このゼケズヘラルドでカバーしようという狙いはあると思いますね。さらに言えば、まあ、先ほどおっしゃった通りヘカリムも通常攻撃といったところが非常に重要ですからね。支援のところでダメージを与える、チャンピオンですから、それとのシナジーもあるということですかね。さあそしてこれはやられたらやり返せ、まるでそういった動きになってますが、あ、ただしブルートリンケット、それを見て即座にランページはバック、当たらなくていい判断。さあ横から当たりに行くが、いやこれテイ選手うまい、非常にうまい。レムレイウルト、いやドアラがきっちり体で止めた。そのダラを狙いに行きますが、ボームうまく当たっている。さあもやし選手は裏に入ってましたが、ワンデッドで抑えたのはオゾンランページ。今のテイ選手非常に素晴らしいプレーを見せましたね。あれでエンゲージラビットハイブ狙いたかったところが成功しませんでした。今のところで払ったコスト、テレポート、セジュアニのウルト、シビルのウルト、この後のエンゲージが非常に難しくなりましたね。そしてそれを見てすぐさまランページはローテーションしてトップのファーストタワーを取りに行った。この判断非常に素晴らしい。さあこれも先ほど言われてた動きですね、通路を塞ぐ。おっとうまく当たらずですね。少しジグスといったチャンピオンは空いた地図を塞ぐことに適してはないんですが、リシンがいましたからね、すぐさまカバーして折り切りましたね。今のランページの一連の動きは本当に素晴らしいですね。さあかなり接戦の状況下でゲームが進んでますけれども、ちなみにこのままゲームが長引いた場合というのは、そうですね、ヘカリムの育ち具合、いやナーがまだ防具が詰めていないということも考えると少し難しいですね。 AOECC をラビットファイブがきれいに決めることができればラビットファイブ、後方に、ヘカリム、リーシーン、そして、ジグスのウルトといったものが入ればランページといった感じがしますね。ただこう最近ナーで今もやし選手も購入されてますけど、フローズンマレット最近ちょくちょく見るシーンもあるんですけど、こう強みって何なんですかね。やはりそのW のパッシブ3回目の割合ダメージといったものがほぼ確実に何度も入るといったところが強みになると思いますね。そこでレーニングの強さ、1対1の強さ、そして集団戦のところでのチェイスの強さといったものが挙げられると思いますね。デフォルトアタックにスローが 30% ぐらい伸びてます、ね、はい、まあ逃げ切れないと、逃げ切れないですね。ナーにとってはかなり強力なアイテムになってますね。さあアイテム面白い形にはなってきてますね。さあそしてエステリムス選手はバンシー購入せずにセラフ濃くエコーですか。エコーですね。ちょっとこれかなりアグレッシブなビルドとなってますが、おっと始めてますが、これ分かっていますね。ダジライ置いて一度反転なのか、オゾンランページバックピングが流れている、ドードが一度バックする。シビルが近くにいないのでラビットファイブとしてはいけませんでしたね。チャンスではあったんですが、ただ通路を塞いでいる、通路を塞いでいるが、リコールを選択してますね。さあ互いにバロン、しかし先ほどのところでエンゲージのところうまくランページが返したエンゲージのところでテレポートを萌え選手が使ってるんですよね。一方のアメュー選手は使ってない、ここの差がマップのコントロールに生まれそうですが、
さあどのような形になるでしょうか。冷静にアウトリンケットを使ってランページはいなしてますね。さあただ後ろから入っている、後ろから入っている、横に逃げる真吉選手が張り付くメロメロ選手で、ただここはデイ選手とメロメロ選手がいいダメージが出る。そこから反転していくか、レインブレインが1人孤立した状態、ウルトが打てないままダウン。ナイスドードのキック、ノックアップチュリ倒して、そしてエステリムビアーからのまたドード、そしてアウェイカウルトラ時間を潰してはいましたが、ここはオゾンランページ3キルゲット。さらにだいぶゼロス選手フラッシュを切った。いやオゾンランページ一気に波に乗っています。インヒビターターからのインヒビター、ラビット5としてはランページ側にこうローテートされてしまって、先手先手を取られて戦おうと思ったタイミングで集団戦うまく作れてないですね。これはラビット5を攻めるというよりもランページのローテーションが非常にうまかったと思いますね。どういったところが、やはり先ほどまずミッドのところの演技上いなしたことでテレポートの有利は作れましたよね。そしてしっかりと相手がバロン入ったなといったところでアウトリンケートを使って相手をバロンさせない、その間にミッドを押したことで相手を引き寄せている、自分の有利な状況をしっかりと作った上で相手の動きをコントロールしてるんですよね。今のところラビット5としてはセジュアニのウルトやナーのウルトをキャリーに当てたいんですが、当たらない位置にしっかりとランページは位置取ってるんですよね。ラビット5としてはうまく集団戦を作りたくても作れない、そしてそこのところで苦労しているところでランページはしっかりとダメージを返して、逆にカウンターしてエンゲージをして勝っていってるような形ですよね。もうこのローテーションが一つズバ抜けていると、ズバ抜けていると思いますね。さあここでブルー、いやレッドバフ、アウェイ選手かなり強気に前に出ます。おわはお、一瞬でレッドバフが解けました。そして今回はテレポート入りはもうゆとり前選手にあるんですが、ミッドのインヒビターがないこと、バロン周辺の視界がうまく取れてないことを考えると、先ほどのランページとの状況とはちょっと違いますよね。さあ見えていない、そしてドードが牽制しているためやってないと思ってるかもしれないが、やっている。ブルートリンケットで確認をした。さあ一気にバロン取ったのはゾンランページ、ウルトを使って当たりに行くのか、いやーい当たらせない。オゾンランページダラのウルトで道を塞いでいた。さあもう一度判定するのか、ドードが逆に仕掛けそうだぞ、仕掛けるぞ仕掛けるぞ、アミューズ入るぞ、ボムからテイきっちり3人に当てている。アウェイが前に出ますが一瞬でダウン。さあメロメロ王権発動、レインブレインを当てたら4人に当てた、4人に当てたか、もう一度チェイス、Q が上がり次第きっちり当てて、いやただ気がない、掴み取ってキックで倒し、エアフラッシュインで倒しきる。さあただエステリムとゼロスターがダメージを出して、いやかなりのローライフにはなりますが、それでもノーデッドなのはオゾンランページ。今のドード選手いきますか、見事エステリム選手入ってきたところウルトでカウンターしたんですがね。さあオゾンランページ徐々にじわりじわりと有利を取れていますけども、このローテーションがうまいっていうのはまあ確かにあると思うんですよね。でローテーションをやる上で何かこう大事なことっていうのはあるんですか。やはりワードですよね、敵の動きがしっかりと把握できるワードを置いているといったところが重要だと思いますね。ただしすごいのはその先ほどのそのドラゴンをしっかりと ラビット5が取ってる状況、ランページは視界がなかったにもかかわらず相手ドラゴン行ってるだろうという予測で相手を惑わせましたよね。そういったところを見るとそのゲーム理解度の高さ、相手の動き、今何をしたいのかしっかりと理解しているといったところもあると思いますね。この2つを駆使して ランページは同点と綺麗に決めてますね。相手が何をしたいのかを読んで、それをやらせた上で自分たちが有利になる行動も先に打っていると、はい、どうやったらできるんですか。しっかりと相手の構成を理解して相手の状況をしっかりとチーム全体で情報を共有した上で判断しているんだと思いますが、なかなかできることではないですよね。
チーム連動とかの話になってきますよね。そうなるとチーム連動、あとはやはりそのしっかりとしたコーチアナリストがついていることで、こうチームへのその状況の把握といったものを正確に行えているかどうかといったところもあると思いますね。さあここでアミューズ選手がトップへ、そしてボットレインへランページュは集まって押しています。さあボットレーン守るのは5人、ラビットアイブ 5v4 ですが、テレポートがあるのがアミューズ選手。さあ狙いに行くのかいけないのか、ミッドのインヒビターは現在割れているといった状況か。トップのヘカリもどうしますかね。これ割れますよね。割れますね。そしてしっかりとテレポートもあるんですよね。さあバックを選択して、そのバックを選択するであろうと予測しているドードが裏から狙っている。さあ狙っている、まだ狙っている、9当たった。さあ狙いに行くのか、狙いに行くのか、いや無理はしませんか。あ、トップダウン折り切りましたか。折り切りましたか、これは大きい。そして先ほどからテイ選手のこのポーク、そしてウェーブクリアといったものが非常に厄介ですね。来ますよこれは。さあテレポート入りましたね。さあウルドを使って逃げていく、裏には入っているがアミューズ、これはアウェイカー選手がきっちり吹き飛ばした。セジュアニと止めているのはダラ選手とメロメロン選手ですが、メロメロンテイが完全に売り、ボムはうまく避けたか、どうぞ裏に入りすぎたか。さあダウンしているのはいちいち交換状態にもなっているアミューズのコンサーターを持って、ウルトはフラッシュで逃げた。エステリム生き残っている、ここにアウェイカーがきっちり邪魔をするが、ダウンした、シャットダウン、シャットダウン。さあここでメガダになるのはもやし、1-2交換状態。さあダブルキル持ってくるはゼロスト、1-3交換ラビットワイブ。今のエステリム選手の動き非常に素晴らしかったですね。ヘカリムのウルトをしっかりとフラッシュで避けて回答しきりました。今の本当に大きかったと思います。一方のランページとしてはセカンドタワー折れましたが、少し無理しすぎたのかなという感じがしましたね。あそこでカシオペアやシビルを落としていれば、そのままネクサスまで行けた可能性もあることを考えると、かなり積極的には狙いましたが、少しその代償を払う形になりましたね。いやメロメロン選手のダメージ、後期のダメージ凄まじいですね。後期通常ではトリニティフォースの後にブラッドサースターを積むことが多いんですが、ブレード・オブ・ザ・ルインド・キングが積んでますね。これによってアタックスピードの上昇、そして、物理割合ダメージといったところで、後期は比較的レイトゲーム弱いと言われているところをこのアイテムで補強しているということがあると思いますね。さらにサッシまで購入してますからね。非常に捕まえるのが難しいですよね。そもそも立ち位置がセジュアニのウルトが当たるような位置ではない、当たったとしてもサッシュで解除されてしまう。このメロメロン選手を集団戦で抑えるのは非常に難しい形になってますね。先ほどもあのレインブレイ選手がウルトで捕まえてたんですけれども、即座にサッシュ発動して解除してましたから、まあ、そういったあたり非常にアイテムビルドも熟練されていますね。そしてアミューズ選手がこうピッケルを購入してるんですよね。これはこちら MS も上昇するアイテムがあったと思います。名前をちょっと忘れてしまう。ブラッククリーバーですか。ブラッククリーバーではなく、テナシティが、テナシティが上がるやつだでしたか。ゼファーですか。ゼファーです。ゼファーを買うのではないかなという感じがしますね。タワー折り職人になりますね、ゼファー購入できれば。いやー、より強力になりますね。いや、ただとブルーバフはテイ選手が取りましたね。さあランページどのように運んでいる。アウェイカー選手、いやこれは、いや逃げきれない、捕まえた。ウルトを張ってゼロスト選手もウルト、ここに TP が入ってくるもやしてし、一旦ロゾンランページバックリスエンゲージをして当たらない。ダラ選手のウルトで当たらない。ブラウンをピックした狙いが見事出てますね。当たれないが正確ですかね。ラビット当たれないと言った方がいいと思いますね。あ、そしてバロンがライブです。当たっている、2段ジャンプでうまく逃げた、うまく逃げた。キックは
さあそしてステリムのウルトカルナを上方のボームテイ選手5人にいいやさ4人にいいとさアミューズウルト打ってステリム選手をとにかく狙いに行く。そしてテイ選手が完全に受けメロメロです。完全にレイプレイ1とウルトです。凍らせはしますが、さあ1-3、1-3になっている。いや4キル4、2キル。さあゼロス選手はウラッシュを使って逃げることに成功。リコールがここはさせてもらえそうですが、今のところラビット5綺麗に CC 決めたようにも見えたんですが、当たっているのがヘカリム、リーシン、そしてブラウムだったんですよね。このメロメロン選手、テイ選手がその CC に巻き込むことができなかった。一見綺麗に集団戦始められたように見えたんですが、うまくいってませんでしたね。今のところ立ち位置メロメロン選手、テイ選手非常に素晴らしかったですね。この2人は先ほどから集団戦でほとんど捕まってないですね。立ち位置が素晴らしいですね。さあ気づけば7000ゴールド差、現在生まれてオゾンランページがよりですね、ドラゴンスタックも3と2、タワーも8と4ということで、かなりのマップコントロール、そしてドラゴンスタックの有利も現在生んでおりますね。ただしこのまま試合時間が伸びれば伸びるほど、そのゴールド差、グローバルゴールド差といったものが意味をなさなくなっていきますからね。そのアイテムのスタックの数といったもの、スロットの数が制限されてますから、ゴールドといったものが差が徐々に意味なさなくなってくるといったところ。さあグロリーからゼロス選手ウルトを使って、ダラ選手をつかみに、ここにアミューズ選手も入ってくるが、一度吹き飛ばして、さあキャンセル。いやここもランページ完璧にいなす。今攻撃がいないところでしたからね、捕まえられれば大きかったんですが。さあそしてドードが端的にゼロス選手をゾーニングした。モヤシ選手は当たっている。ここでの集団戦どうなるのか。ドード真ん中、いやードード当てていく、キュー当てていく。さあダラはそしてフラッシュアウトでデッドしない、完璧にシャットダウン。いやこれはオゾンランページ05エースがありそうですが、アミューズ選手はリコールしている、テレポートがある。アミューズ選手の動きに注目しましょう。エースゲットしたのはオゾンランページ。さあテレポートでいくでしょう。入ったドーンということでタワーがかなり削れます。今モヤ選手が初めてですかね、テイ選手の横まで行けたんですが、テイ選手のフラッシュアウトで捕まえきれませんでした。その間に後ろの後衛のカシオペアシビルが落とされてしまいましたね。さあ第3戦目勝利したのはゾンランページとなりました。強いですね。強いです。序盤から中盤にかけてはラビット5が一つ主導権を握れていたんですが、そこからローテーションでその有利を取り返して、ガンガン、そしてまあランページらしい圧力をガン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 かけていって、いやもうらしかったですね。らしかったですね非常に強かったですね。そして新しく加入したジェングラのリーシンのドード選手です。